こんばんは、花山さん。今回の動画ね、努力天才っていうタイトルが見えたんで、ちょっと動画見る前に返信を先にさせていただきます。努力か才能かなんですよ。キーワードとして投げたのは、確かに天才っていうのは自称とも多少ともつかない言葉ですけども、まあよく言われるのが、もともと生まれ持った能力でここまで来たのか、それとも能力が何もなかったんだけども、もう必死で努力してああでもないこうでもないって紆余曲折を果ててここまで来たのかっていうことで、大抵は才能がない人が努力でここまで来たっていうのを美談にしますけども、これは私は傲慢だなというふうに感じるんですよ。それは自称であろうと多少であろうと、まあ、正解としてはね、皆様のおかげですって素直にポッと言えればそこで OK なのかなと思いますけども、それだってね、才能っていうのはもともと生まれ持ってあるもんで、別にそれが悪いことでも何でもないじゃないですか。だから才能が、自分がこの何に才能があるかって気づくのっていうのは必須だと私は思うんですよね。何に才能があるか、要するに背が高いから、まあそれも一つの才能であると思うってことなんですよ。で、目がいいとかね、足が速いとか、これそれぞれが才能であって、努力しなくても一定のレベルに達してるってことだと思うんですよ。よっしゃ、ほら、なんだ、見ろということで、大和くんがワンワンと泣いてますんで、とりあえず動画これから見させてもらいます。よっしゃ。なんかね、最近変なものを食べるんで口にこう入れようとするからね、はたかないとね、危ないですね。